はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ねご紹介する商品は、来ました。はい、これね、DV パワーって書いてますけども、はい、まさにその通りでね、 DV パワーさんからねご提供いただきました。もう絵でねわかると思いますけども、アクションカムでございます。はい、こんな感じでね、なかなかこうカラフルでおしゃれなパッケージの箱になっております。はい、ということでね、早速ね、これを開封していきたいと思うんですけども、まあちょっとねこの箱の外観もね、こう見てみましょう。非常に、こう紙のね箱でエコロジーな感じで私は好きです。どっちかというと、あのこうプラスチックがあるよりね、こういったシンプルで、紙でね、エコにこう貢献している、こういうね箱私好きです。なかなかねカラフルで、もうね絵でねこう何が入ってるかもわかります。一応まあメーカーさんのサイトに行けるようなこういうね QR コードなんかも、貼ってあります。あとね C マークのね話だとか、まあここにいろいろカーレコードにもなるよとかね、アウトドアスポーツとか、マリンスポーツとかね、ダイビングでも行けますよみたいなね、こんなロゴが書いてあります。じゃあね、早速この箱ね開封していきたいと思います。はい、じゃあね早速ね箱の方をね開封していきたいと思います。はい、いきますよ、せーの、はーい、タララーンと、お箱を開けたら中にまた箱がありましたね。大きい箱、ちっちゃい箱ありますんで、ちょっと順番にね、開けていきたいと思います。はい、2つね箱が入ってました。どっちからね開けますかね。じゃあまずねちょっと大きい方からね、開けていきたいと思います。じゃあね早速ちょっと開けてみましょう。ねこれは何が入ってるかというと、あ、付属品がねいろいろ入ってます。これは何かな、なんかあの紐みたいなね、ストラップみたいなのが入ってますね。それからこれはあれでしょうか、なんかポールとかそういうところにつけるこうジョイントですね、マウントのタイプが1個、あと接続のこれですね、マウントの部品が1つですね。はい、あとこれは何かな、なんかあのホルダーにつけるようなクリップですね、クリップが入ってます。はい、その他には、また違うねジョイントがね入ってますね、ジョイントが入ってます。これもねジョイントですね、ジョイント類がね結構いっぱい入ってますね。うん、結構ありますね。これもまたジョイントですね、ジョイントで、これはなんかこう台になってるこうねジョイントが1個入ってます。はい、それから、はい、これがね、さっきのあのクリップをつけるためのあのフレームですね。フレーム、これがね、一つ入ってます。あとね、何が入ってるかというとですね、あとこれヘルメットとかにね、こうペタッと貼り付ける用のマウント、これはあれかな、平面のやつと曲面のやつが一種類ずつ入ってるのかな。はい、でそれをつけるための予備の粘着と、これ見えにくいかもしれません、ワイヤーストラップが入ってますね。はい、あとこれは何だろう、こうなんかパチッと止めるね、ストラップが1個ね入ってます。それからこれね充電用の USB ケーブルですね、これが付属されてます。あとこれはねバッテリーですね、バッテリーが入ってます。あとね、マイクロファイバークロスね、これいいですね、マイクロファイバークロスね、特にねロゴとかは入ってないです、マイクロファイバークロス入ってます。あとはこの箱の中にはこれはトリセツかな、これトリセツですね、いろいろあの部品の説明だとかね、付属品の説明だとか、いろいろこういうの書かれてる冊子がね入ってます。大きい方の箱はこれだけで、いろいろね付属品、マウント類だとかバッテリーだとかそういうのが入ってました。ということはこっちのちっちゃい箱、おそらく本体が入ってるんじゃないかなと思います。じゃあね早速ね開けてみましょう。せーの、はい、よいしょ。
はい、あ、出てきました。ね、こうクッションが入ってましたけども、おっと、はい、出てきました。ケースにね、防水用のケース、これ 30m までいけるケースらしいですけども入ってます。はい、マウントがね1個された状態で、クリアな防水ケースねに、本体と入ってます。はい、じゃあ早速ちょっとね、これ本体ね、中見たいですね。これね、どうやって開けるんだっけな。ここロックがかかってますね。これロックを外して、これを起こしてね。で、パコッと裏面をこう外すと。で、こう中がね、こうポッと取れるということです。防水ケースはね、もう GoPro なんかでもね、使われてる防水ケースとほぼ類似ですね。こんな感じで。はい。構造も非常に、同じような感じで、おなじみの形になっております。はい。で、これがね、本体です。一応ね、ここに、デイビッパワーというふうに書かれています。HD1080p ということで、いろいろまあ画面とかね、レンズのとこにね、シールがされてますけども、ちょっとね、これ、ズームでね、見ていきたいと思います。本体ね、こんな感じです。ね、下の方に DB パワーさんのね、ロゴが入ってます。はい、HD の 1080p ということで、ここにモード切り替え電源ですね。それからカメラ。側面には、ここにはですね、USB ケーブルね、USB ケーブルが挿せるところと、これはね、HDMI ですね。HDMI 端子とミニ USB が挿せる端子がここにあります。で、反対側にアップダウンのね、ボタンがあります。上部には、ここにね、電源、OK ね、OK ボタンと、それからインディケーターのボタンね、それがあります。そこにはね、ここ、バッテリーを入れるね、ところがあるんですけども、はい、そこのところはね、この蓋ね、ロックを外して、この蓋を外すと、今ね、ここ、中にバッテリーがありましたんで、先ほどご紹介したバッテリーが予備のバッテリーということで、このパッケージにはバッテリーがね、2個ついているということになります。これね、非常にお得ですね。はい。ここね、これで蓋をね、パチッとね、することになります。はい、こんな感じでね、ロックした状態がこういう感じになります。はい。ね、後ろのこの液晶ですけども、これはね、1.5 インチですね。だから結構ね、こうベゼルの部分が広い感じですね。まあ、画面としては 1.5 インチということで、ちっちゃくなってます。先ほどちょっと言い忘れましたけど、マイクロ SD カードをねここに挿すようになってます。特に蓋はありません。はい、こんな感じで本体ですけども、以前私がねご紹介した、SJ カムちょっとね機種のグレードは高めになりますけども、SJ カムの SJ5000 というやつね、5000というやつと非常に類似します。まあ、これの、こっちの、回機種ね、SJ4000 に相当するのがおそらくこれになると思いますけども、まあ、こんな感じで、大きさもね、ほぼ同じぐらいの大きさですね。ほぼ同じぐらいの大きさ。はい。厚みね、厚みも、ほぼ同じぐらいの大きさ。はい。こんな感じですね。若干高さがね、このデイビーパワーさんの方がちょっとちっちゃいかな、ということで、ボタン的にもちょっとね、アップダウンしかありませんね。こっちはちょっとまたね、Wi-Fi 側の機能があるんで、Wi-Fi のボタンなんかがあったりします。で、こっちの側面は同じですね。マイクロ SD と、ミニ USB と HDMI の端子。それから、そこにバッテリーの入れるところがあるのも一緒ですね。で、モニターは、こっちはね、SJ5000 なんで、モニターが2インチでちょっと大きいですね。SJ4000 はこっちと同じ 1.5 インチなんで。まあ、そういうところでちょっとね、グレードの高いやつ、低いやつで、若干ね、モニターのサイズが違ってたりします。はい。あとね、面白いのはカメラの出っ張りね。カメラの出っ張り、SJ5000 こんだけ出てますけどね。デビパワーさんの方はね、ちょっと出てる部分がちっちゃいですね。はい。その分ちょっとこうね、当たったりするところがね、心配しなくてもいいのかなというふうに思います。
はい、上側のボタンも非常に、類似ですね。ちょっと LED のこのインジケーターの位置が違いますけども、ここにね OK ボタンがあるっていうのと、ここのロゴでね、書いてある、そういう違いがありますけども、非常に、SJ カムとも非常に類似しているということで、はい、今回私ね、DB パワーさんからご提供いただいたのは白をね選びました。はい、こんな感じで、外観非常に似てますね。まあ SJ カムの、まあ、競合機といった感じでしょうか。はい、で、付属品がねいろいろ入ってました。おそらくね数的には SJ カムさんと DB パワーさんとそんなにね大差ないかと思いますけども、一点ね大きく違うのはね、これ SJ カムさんの方、これはまあ SJ5000 ですけども、先ほどね言いましたけども、レンズカバーがついてるんですね。でこっちの DB パワーさんの方がちょっとねこうレンズカバーがないところがちょっとね、心配かなというふうに思いました。あとはねこっち先ほども言いましたけども、予備のね予備のバッテリーがもう一個ねついてます。これねやっぱ2個あると、ここね1個入ってますから、2個あるとね非常に安心ですよね。長時間録画するときにやっぱり、ね、1個充電して持っておくと、予備を持っておくというのは非常にね大事なことだと思います。その辺がねこのDB パワーさんの方結構優位性があるんじゃないかなと思います。であとこの、防水ケースですけども、これはね、まあ一般的にあるあの GoPro だとか SJ カムのねやつと非常に類似してて、あとはまあ密閉性がねどれぐらいあるかということですけども、まあおそらく、同じような感じなんだろうと思っています。はい、あとねこうボタンのねちょっとこうスプリングの感触なんかも、同じで、まあ、若干ちょっとねこっちの DB パワーさんの方が硬いかなというような感じに思いました。はい、まあ挿入の仕方は一緒でね、ここにこうパッと掘り込むだけ、あとは裏蓋をバチッと閉めて、これをね後ろを引っ掛けてパチッと持っていってロックをかけるというだけでございます。こんな感じね、はい、なかなかねかっこよくていいんじゃないでしょうか。はい、どうでしょう。はい、そんなね、DB パワーさんからご提供いただきましたこのアクションカムですけども、せっかくなんでねちょっとね電源入れたいと思いますね。バッテリー充電されてるかちょっと分かんないですけど、ちょっとねここ電源オンするとね、あ、シュプーンって音がしました。はい、こんな感じでねすぐ立ち上がってきます。はい、もうねここ後ろ見えるかな、多分ね私が映ってると思いますけども、今ねちょっと画面の前にフィルム貼ってるんでね、綺麗には見えてないかなと思いますけども、こんな感じでね、結構ね瞬間にカッと立ち上がってきます。はい、あとはね、ここの横のところでねこう操作したり、上のとか前でねこう一回押すともうすぐ切れますね。立ち上がりも、もうこう早い。すごい早い。はい。あとは、この OK ボタンを押すと、もうこれでね、いろいろ操作ができると。非常にね、扱いやすいし、簡単だしと、レスポンスもいいということですね。ちょっと映像の方までは確認していませんけども、それはね、追って、後々、比較動画なんかもね、撮っていきたいなというふうに思います。今回は、開封動画ということでお伝えしました。はい、こんな感じで SJ カムに、競合してますね、このDB パワーさんのこのアクションカムをね今日は、開封動画ということで、ご紹介しました。ということでね、今日は開封動画ということでこのDB パワーさんからご提供いただきました、HD ね、1080p で撮れるアクションカムを開封動画としてお伝えしました。付属品も豊富でレスポンスも早くてね、30メーターまでのね防水機能のあるこのね、ケースもついてのお得なセットになっております。Amazon.com でね買えますんで、興味ある方ねちょっとね Amazon.com の方を覗いていただければなというふうに思います。ということで、追ってね映像なんかもどんどんね撮ってお伝えしていければなというふうに思います。それじゃあまた。